はい、こんにちは。今日はね、離農したらね、この作業場が随分開くなっていうお話お話だけだけどね、今日ね、こういうのもいいんじゃないですか、お話するの。いてて、足、危ね、まだ大怪我すとこした。だからトラクターは移動してさ、まずちょっとごめんね、来たね、作業場で今片付けらんねんだ。ここさ、ほら目出し機械やし、まあ離農したらもういらないね、これもね、これも処分。このほら米線機、これもさ、完全に、あー、あれがやっぱり完全に離農しないとダメだ。あの米家で作んなくなればもういらないな、玄米にしなければいらない。まあ処分って言ったらただの処分だね。今年余ったな肥料来年あ、返却でいいか。これこういう昔のこの代官とかもういらねえなわ。あともみすり機械もね、バケットベルト、こう下からこうもみを上げる、あれも直したばっかりだけどね、これもやっぱりいらねえくなるな。置いててもしょうがねえな、もみすり機。あとこのほらライスプールもこれももういらない。こういうのって誰か買い取んのかや。これ外すのだけひどい、大変。もちろんもみはん、このもみはんもいらねえし、いらないね、もみはんもね。あとほら、あの上のラセコン、ああいうのも外さなきゃねえな。なんかあれだな、離農しても大変だな、これだ。あの結局やっぱね、みんな外すけどさ、離農した人たち、この乾燥機もまだ大変だな。だから離農したら全部あの乾燥機とか、ほらここ、あれここ倒れてるな、やこのあのもみはんのやつ、あ、これ地震だな、地震で倒れたな。こういうパイプ、ほら、ぬか飛ばすの。ちょっとこれ起こしとかねえかいな。地震で倒れたな。だから、ここさ、この作業場がさ、全部、開くようになると、ねえ、なんかこう、今、こういうバイクとかさ、こういうのを直したりね、打ち去れる、のんねエボとかさ、俺自分であの、あれすんのよ、あれ。あの、ミッション、あのバルブボディだけ。だから、もう、この辺にさ、全部入れてさ、車ね、長く、長期でジャッキアップできる場所、そういう場所を作ると、めちゃくちゃいいよね。だからすぐさ、よけねくねえとかなんたらかんたらでこう、なっと長くこうできねえからね。んで、あと、コンバインもすぐ売却だな。売却って誰も買わねえか。1600図鑑。キャダが悪いってもう終わりだな。致命的なんだけど、こういう深さとかもう全部正常。もう全部聞く。だから1年とか2年とか使うんであればいいんじゃねえかな。だけど離農するとあれだな、俺のこうあのやりたいことができるな。まさかあのリフトとかはつけらんねえけどさ、リフトとかはつけらんねえけど、下からあの下さちょっと上げるだけのなんかちっちゃいリフト、ああいうのだったら置けるな。
イン。コンバインな、今年だけ持てようや。あの今年は植えてしまったからね、田んぼね。植えてしまったから持ってもらおうねと困んだなや。ほこりすごいな。もうそろそろ皆さんあれだね、このコンバインもメンテナンスしてるのかな。わここのさ煙突さ動かなくなるのね、これね、この種類ね、これな。俺も悩んでんだけど、ただここちょっといじぐるだけでね治んだ。俺動画上げたんでね、治れた一時的だよ、根本的な解決はしないと思うけど、なん全然面白くねえとかだな。俺が離農した場合次何ができるかっていうねただそれだけの話だったのや。キャダこれキャダ、今年だけ持ってくれればいいからさ、だいぶ日々ね。でもこの日々さ裏から触って、これどっから裏から触ってさ、裏から触ったね、まだまだいいよ。裏さ響いてなんだもう終わりだと思う。こういう風にひびなったら裏を見てみた方がいいね。まあ裏っつったってここのことなんだけどさ、まあダメなのはダメなんだけど、特にダメなのが我が友ということで、やめるわ話、これしか願った。足まだ治ってません。えらい日にちが経てば経つほど痛いね。なんだろうということで、ご視聴ありがとうございました。